生初セーラー服でずっとブレザーだった。ベストセラーを生み出してきた関西ゆかりの作家たちが高校生に、一体なぜ？さん、はい。恥ずかしいね、ちょっと今さらですけど。いや、宅急便の人がめっちゃびっくりした。びっくりして。人気作家、湊かなえさんも。役者として舞台に立ちます。演じるのは東野圭吾のデビュー作放課後。作家たち文士が演じる文士劇の言い出しっぺが浅井真佳さんです。親しい作家が集まった時に、まあ、ふと文士劇やりたいな。そしたらみんなやっぱりやろうやろうって、普段本当に一人でやってる仕事、孤独な仕事だから、たまにはみんなで集まってワイワイと舞台に立てたらいいな。汚いでしょ。浅井さんと意気投合したのが作家黒川博之さん。2014年に波紋で直木賞を受賞。他に御採行などでも知られ、関西を代表する作家の一人です。キーボードめちゃくちゃ人気入ってるこれ。親指シフトで親指でこうやる。製造してないので家に5台ぐらいあります。まあ原稿というのは時間の集積ですね。このセリフが気に入らんとなったらずっと考えます。何回も何回も直します。まあそれが自分のスタイルやから。一人で小説書くというのは本当にね、孤独でね、人と話すこともないし、日常から離れられるということがとても楽しいです。文士劇の実行委員長として演目に選んだのが、40年来の付き合いがある東野圭吾さんの作品。1985年デビュー作の本格ミステリーです。東野圭吾に連絡取りました。そしたらその原作をどんな風に変えてくれてもいいし、パロディ容易に結構んで、当然原作料もいらんというふうに、とてもありがたい言葉をいただきまして。これね、そうなんですよ。大沢さんと北方さんじゃないですか。ね、99、これぐらいまであったんですよね。これすごくないですか。作家たち文士が演じる劇は明治時代に始まりました。三島由紀夫と石原慎太郎ら豪華な顔ぶれで、かつては大掛かりな歌舞伎に挑戦したことも。三島由紀夫と石原慎太郎、すごいですね。伝統的なことなんですね。黒川さんから誘いの手紙をもらい、参加を決めたそう。メガネ、メガネ。メガネが何にもできない。私もです。文士劇をアピールしようとサイン会を開催。お願いします。お二人ですね。いや、三人です。三人。娘、息子です。息子さん、はじめまして。はじめまして、息子さん。よろしくお願いします。関西在住の作家が中心になって、この東野圭吾さんのデビュー作なんですけど、その学園ミステリーの劇をするから、みんなよろしくねということで、11月に劇もしますので、よかったら皆さんで、はい、こちらも見てください。ぜひぜひ。せっ
がいっぱいあるので本当にね、もう余ったら私が買ってくまちゃん あのぬいぐるみ置いとかなきゃいけないのかなとか、もうそれは寂しいので、ぜひあの席に座ってください。東野圭吾さんの原作のやつを港かなえさんとかが演じるってことですか？そう、マジっすか。新しいっすよね。いろんなキャラクターを生み出されてる方々なので、そういう解釈がまた現れて面白いのかなと。人気作家が集まるとはいえ、演技については素人ばかりのお芝居、はいはい、果たして1枚8000円のチケットは無事に売れるのでしょうか。今度違う顔いくと。これだな、これだ、前は開けないとな。出演者16人が初めて一堂に会し、衣装に袖を通すと世代を超えてすぐに意気投合。だ死体でさ、舞台の隅っこにほっとかれんといけんやんか。破壊してくれんかな。ずっとそこでさ、死んだままっていうのは嫌かな。シーズンやこう2人が演じるそういうことはないのね。一個だけあのちょっとやろうかなと思ってるところがあって、面白いこと考えてくれて、ちょっとだから芝居でしかできないことをしよう。あ、まあそうですね、やっぱりできないこと、せっかくお芝居をしてたので、あと幽体離脱とか、失礼いたします。普段自分の想像力だけが頼りの孤独な作家たちだからこそ、チームで何かを作り上げることが楽しいようです。すいません、遅くなりました。大阪で66年ぶりに復活する文史劇、舞台用の台本が完成しました。原作をまあできるだけこうお芝居する上でどうしたらいいのかと、役者さんならできるけどこれはさすがに難しいだろうとかいうこととか、いろいろ考えながらとか、あの稽古日数のこととか仕込みとか、まあそんなことも一応考慮しながらあの書いたんですが、まずはあとはあの全部通してみましたけど、あの分かりやすくて、あのミステリーと、ミステリーの脚本としては非常にあのよく、書けて書いていただきました。ありがとうございます。すいません。ほんでセリフもね、あの読んでみたんですが、はい、大阪弁ではできないんでしょうか？あ、全然それは変えられます。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。もうそれに関してはもう皆様あのそこはトランスレートしていただくのは全然ありかなと思っております。決まっている公演はたった1回、まあ、主催者は作家たちでスポンサーもいません。会場費やスタッフの人件費などを考えるとすでに赤字。予算の一部をクラウドファンディングで募ることに。その目玉の一つが15万円の支援でお名前を小説の登場人物に採用しますという作家にしかできない返礼品です。これ今度俺10人分でいいねな、はい、10人分ね。ありがとうございます、はい。今月いよいよ台本の読み合わせ。また一人直木賞作家が増えたのです。一部直しております。言いやすいように大阪弁にするとね、ずいぶん言いやすくなります。真っ白になるのが一番怖い、うんうん、本当になんかこうちょっと噛んだら次のセリフが出てこなくなるのが怖いですよね。私自分が書いたセリフは覚えてるんです。なので映像化になった時の脚本チェックの時に、あ、これは原作からにあったセリフだっていうのと、これは脚本家の方が作られたセリフだっていうのは分かる。ちゃんと相手に向いてるのかとか。
ので、なので一回自分が書いたかのようにこう書いたりこう打ってみたりするのもいいかなと思って。あ、失礼しました、ちょっとぼーっとしてしまって。いざ初の読み合わせ。前島先生。あ、浦橋先生。高原陽子は遅刻してきたらしいじゃないですか。ええ。定額上げに早々に遅刻なんて学校舐めとんな。何のために学校に来とんでしょうな。せやから3日間の定額は甘いと言うたんです。犯人が出て行ったのは梅木声がやんでから。つまり、これは俺ちゃう。あ、ごめんなさい。失礼しました。では犯人は一体、ちょっと待ってね。まあ、よく第一発見者が一番怪しいって言うからね。来てよ、待ってるから。じゃないと一生恨むから。じゃあ。高原は教室を後にする。前島は封筒を手に佇んでいる。プロの俳優さんには、及ぶものではありませんが、でも作家だからこそ一つ一つのこのセリフの言い回しであったりとか、なぜこの場面でこの言葉が必要なんだろうとか、そういったことをきちんと伝えられるのではないかと思いますので、はい、安定しておしまいです。はい、作品とは違う一面が見られそうです。スクープや走るでニュースランナー。